皆さん、こんにちは。ゴールド TV の時間がやってきました。今週も、コモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解は説をおい、よ願ろいいしたくおし願います。します。お願いはい。します。じゃあ、メニューを見せてくだはい。さい。はい。今日もこのね、金、プラチナ、原油の3部構成でいきます。金は直近の価格。そして10年前から月1万円の金と株式の積み立てを行っていた場合というね、そうこでれ比す較ね。してみるっていうことですよそうでね。すね。いや、金が勝ってる時にやっとかないと、負けたらね、はい。やっても意味ないから。はい。そして、7月5日のフェドウォッチ、はい。5月の世界の中央銀行による金買い、5月の世界の金 ETF、このようなメニューです。はい。そして、プラチナですけれども、直近のプラチナ価格の後、2024年の第一四半期のプラチナ需給ということでそうね。ですね。ははい。い。直お近送りいのた需し給でます。はい。す。はい。そして、第3部の原油は、価格の後、中国は深い場所にある石油の掘削調査のための新機関を設立するという、はい。したですか？これは。そうですね。設立しましだた。とと。いうことはで、い。シェールオイルみたいなところを、探はい。すってことですね。はい。そして、OPEC の6月の石油、原油生産量は6000、あ、ごめんなさい。2670。2670万バレルというはこい。と。はい。そして、アメリカのガソリン在庫の増加がガソリン価格を引き下げているという、そのような、このようなメニューでいきます。でおは、願い早します。速、第1部の金いきましょう。価は格い、見て金みのま価し格でょすね、右肩う。は上がりい。で上がってまして、毎日、過去最高値を更新してまはい。すので、とりあえず先週の金曜日の価格が、というか、日にちでは今日の7月8日になってますけども、価格が135円高の12,383円というのが過去最高値でございます。本当に高くなりましたよね。そうですね。1万2000円ですからね。すごいですね。なんかもう考えられないですね。10月、去年の10月、半年ちょっと前は8,661円だったんですけども、それからずっと上がってますと、ここの左の端っこが8,600円ですね。これから右肩上がりにもう斜め、まっすぐ上がってますね。はい。で、1.5倍くらいですね。すごいね。この半年の間ですね。1年経ってない時に、こんなに上がってますと。MACD は上がるというクロスが、6月19日、だいぶ前に出てますので、それが、上がるという信号のまま、継続しております。じゃあまだこの先もっていうことですかね。そうですね。すごい強いですね。どうしてこんな強いんですかね。これでドル安になってきたらもっと強いですからね。まあドル建ての金価格はですけれども。さっきの円建ての金価格は当然円安が響いてますね。円安が大きくなってますからそうなってますね。はい。ニューヨークの方の金価格はこれはさっきの円建てとは違って横ばいないしはちょっと下がってますね。ですから為替の影響ってことですかね、日本の場合は。そうですね。はい。MACD はちょっとこれごちゃごちゃしてて今、どっちつかずのところで分かりませんっていうのが書いてあります。ということで、ニューヨーク金は、横ばいで、なんか、どっちに行くか分からないところでございます。ただし、円はこの、円安で、円が161.94っていう7月3日に、34年ぶりの円安になってますから、その分だけ、円建てでは、円建てでは高く、金の価格は高くなってるわけですね。円の動きはまだ MACD では156.94から6月13日以降、まだ円安になるよという方向になってますということですね。ただドルの方はちょっと逆で、クロスが出ましたんで、ドル安になりますよという信号が出ました。実際ドル安になってます。ですから、まあ、これからどうなるかちょっとわかりませんが、ドルは少なくとも、FOMC が、まあ、7月は大丈夫でしょうけど、9月のところで利下げが行われるようなことになりますと、ドルは下がってくるはずでございます。ドルを持っている人はそろそろ売った方がいいんじゃないかと、私は個人的な意見でございますが、
思っておりますと。そうですね。はい。じゃあ、10年前からの比較、金と株式で。はい。計算方法下に表がございまして、2014年の7月に4277円月間平均価格ですね。そうしますと1万円、これ1万円って書いてないんでわかんないんですけど、2.3 グラム買いましたと。日経平均は1万5620円だったんで 0.64 株買いましたと。こういうことで 2.3 のずっとこうやって、足し算していきますと 219.9 グラムを10年間で買いましたと。ってことは、実際120ヶ月ですから1万円は120万円なんですけれども270万円になってますと。2.27 倍になってますと。だけども、株の方は217万円で 1.82 倍ですと。120万円に対して 1.8 倍ですと。ということで、50万円金の方が買ってますよということを言ってますね。はい、10年間で、まあ、200万円ぐらい貯まるわけですね。120万円積み立てて、その倍の270万円になってますと。倍以上、2.3 倍になってますと。はい。いうことですね。株価の方は 1.8 倍にしかなってませんということですね。これでも、日経平均はすごく上がって4万5000円と、非常に高い値上がりなんで、うん、日経平均が決して、だらだらとしてたわけではないですね。ですよね。はい、うん。非常に高く上がったんですが、金の斧の上がりがもっと激しいということですね。はい。フェドウォッチでございます。結論から言っちゃいますと、次の表で先に見せますと、この表が、6月28日が一番上の表でございまして、次が7月5日の表。7月5日と6月28日を差し引きした表が3番目の、3段目の表でございまして、まあ、ここに、右側にありますけれども、7月31日のに利下げを行う確率は 10%。まあ、これから 8% 下がってますね。次、9月は 63% だったら 78% ちょっと上がってます。11月は 76% が 86% になってます。ということで、まあ、うんおそらく9月以降には利下げが行われる確率が高くなる。この12月にはもう絶対になってますよという人予想が多いということですね。ですから利下げは行われるだろう。景気の、アメリカの景気は、景況指数なんかで見ますとあまりよろしくないんですね。やっぱり利上げを行ってるのが徐々に効いてきて、金利高によって会社の業績が悪くなっているということでございまして、今言ったことを手前の表で、手前の言葉で述べてまして、まあ、11月ぐらいにはまずほとんど確実に利下げが行われますということですね。9月もありますよということでございます。はい、次は世界の中央銀行による金の買い。これがどうなったかって、ちょっとまあ、ペースが落ちてるんですけれども、23トン 月間で購入しましたと、5月はですね。23トンというと、120億が1トンですから、120億2500億円ぐらいですかね。当初の出来高は1兆円ですから、まあ、それには及びませんけれども、まあ、これも1ヶ月と、当初は1日ですから。そういったことで、まあ、少しペースは緩んできましたけれども、買っていますと。中央銀行は買っていますと。数千億円単位で買っておりますということでございまして、これは金を継続的に、ね上げていく、要因になっています。ポーランドは10トン、トルコとインドは買いましたよということでございまして、シンガポールも、金準備を増加させているということでございます。先進国では唯一でございますね。ドイツなんかは減ってるんですけど、ドイツが減ってるのは金貨にしてるんですが、ここに持っている金を金貨に鋳造を居直すために、金塊が減ったということはドイツの現象でございます。先進国ではそれ以外には減ってはいません。
あんまり増えてはいないですけど、日本なんかも、2年ぐらい前に来てましたけども、最近はそんなに変わってませんが、いずれにしても、後進国の方では、新興諸国の方では、金を買っていますということですね。青いところは青いグラフが購入で、紫の方が売却でございます。うん、時々カザフスタンなんかが売却するわけですね。抹茶式したのが折れ線グラフのネットでございます。まあ、比較的順調に買ってますね。はい、どこが買ったかっていうと、ポーランドは、チェコ、トルコ、インド、この4カ国が買ってカザフスタンが売ったと。こういう図でございます。年初から比較しますと、先ほどの直近の5月ですけども、年初から比較しますと、トルコ、中国、インド、ポーランド、カザフスタン、等々は青い方で買ってまして、売ってるのはフィリピン、ウズベキスタン、タイ、ヨルダン、クラカオ・セントマーチンですかね。島だと思いますけど。モンゴリア、ドイツ。これ国の名前なんですか？国の名前ですね。アメリカの、メキシコ湾の中にある、島じゃなかったですかね。ちょっと確かめないといけません。初めて聞きました。そうですね。アフリカかな？わかんない。ちょっと調べておいてください。はい。ということで、トルコや中国、インドが買ってますということですね。今年はですね。5月の世界の金の ETF について、次の話になっちゃいますけど。はい。はい。ETF は資金が流入しましたと。5月は5億2900万ドル資金が流入しました。残高は2340億ドルになりましたということでございます。まあ、株式投資家が株式をやりながら、同じ画面で金の ETF が買えますから、いちいち金塊を町の金商に買いに行くことはないわけでございまして、ETF は流動性が高いってことですね。売ることも簡単にできます。ですから価格はちょっと、まあ、上がった場合は利食い売りで、簡単に、ETF は売却されることが多いですと。12ヶ月続いていたマイナスがプラスになりましたと。5月はプラスになりましたってことですね。3088トンの残高でございます。5月末で3088トンになっていますと。まだ買い流れになっていますと。ですね。それから、OTC ってオーバーザカウンターっていう意味なんですけれども、OTC は、銀行間取引ですね。日本の銀行以外の銀行。日本は前も言いましたけど、安倍さんが、安倍大蔵大臣じゃなくて、通産大臣の時に、安倍なんだっけ、新之助かな、さんの、亡くなった首相だった安倍さんのお父さんですね。が、元通産大臣の時に、金は物であるというふうに日本は規定しましたので、物、つまり商品取引業者が扱うもので、あるいは商社が扱うもので、金融機関は扱わないということにしましたんで、日本だけは銀行は金を扱ってませんけれども、オーバーザカウンターで毎日毎日24時間、大量の金が売買されておりまして、これは、米国債の取引高よりも大きい、世界で最大の流動性を持った市場でございまして、それが、OTC 取引っていうのが金を、取引はわずかに減少したにとどまったという5月でございます。ということで、1万ドル増えましたよと、資金が入りましたよということでございます。まあ、金価格が上がったってことで、金が増えた、金の ETF の残高も増えたってことですね。
残高が同じでも金の価格が上がっちゃいますと、残ん。高の価値は上がってきますってことですね。うん、うん。増加の388。背景、はい。8点、去年の同時期を8.2%下回るんですな。ああ、去年の方が多かったってことですね。3363トンだったのが3088トンに下がりました。金の保有残高ですね。金 ETF の保有残高はちょっと下がってますと。まあ高くなるから利食い売りが簡単にされちゃうわけですね。これでまた下がってくると買いが増えてって、上がると利食い売りが出てくるというのが、まあ、投資家のパターンでございます。欧州とアジアが増加して、トルコとか、どこでしたかね、南アフリカとか、次のページですけれども、そこが減ってますと。増えた方は欧州とアジアでございますと。北米はマイナス、5月はマイナスだったということですね。北米はですね。ETF のは、オプションで儲かったわけですね。インザマネーっていうことは儲かったってことで、利益を出して、利食い売りをして、オプションが減りましたということで、それまでは、資金が増えましたということでございます。まあ、FRB の議事録で利下げはまだしないよというような、議事録が出ましたので、利下げイコール金高、利上げイコール金安、ただしドル建ての場合ということでございます。円建ての場合は円が安くなっちゃいますから、高くなっちゃいますから、円高で、金の価格は、金価格が上がっても、円建ての金価格は下がるという形になります。まあ、円安がどこまで続くか、まあ、そろそろドルが安くなってきましたんで、今後、利下げに向けて、アメリカが動きますと、ドル安になりますと。利下げでドル安ですか、になりますということですね。はい。というのことで、北米の資金は43億ドル入りましたと。まあ、アメリカの、ETF は前減ってたんで、それが増えてきましたっていう一旦抜本でございます。欧州の場合逆で前増えてたんで、今度は減ってきましたということでございまして、ドイツのファンドが、スイスとドイツが利食い売りされましたということでございます。まあ、イングランド銀行が利下げをするっていうようなことを言ってますので、実際にしたんですかね。それで、したので、早くもイングランド銀行は利下げをしてますから、ファンドは流出しましたということですね。アジア全体では、ETF は流入しましたと。15ヶ月連続で資金流入だったということで、まあ、アジアは ETF を買ってるということですね。特に中国だと思いますけれども、中国人も株価が悪いんで、株式投資が悪いんで、株式投資が悪い場合は、金の ETF を同じ画面で ETF 金を買っちゃうということだと思いまして、やっぱり ETF っていうのは株式投資との連動がありますね。株価がいいときは金の ETF はなおざりにされるんじゃないかと思われます。ということでございまして、アジアは26億ドル資金を集めたと。41%ずつ増加して、残高は過去、AUM って残高なんですけども、過去最高ですと。他地域、他の地域ではトルコ、南アフリカ、豪州ですね。このところが、豪州とトルコもです。あ、トルコですね。これが、減少になりましたということでございます。以上で金の話はおしまいでございます。はい。ということで、じゃあ第1部はここまでということで、このはい。後、プラチナと原油、2部、3部続きますので、どうぞ最後までお付き合いください。では、一旦失礼いたします。